一番ギャップがあったメンバーは誰ですか？ギャップか。この方です。若月。ギャップがあるようにあんま思えなかったけど、若月だってだからあってもう何人か締めちゃったんでしょ。ないやってない、やってない。あ、じゃあちょっと聞いてみましょうかね。伊藤はどんなところがギャップがあったんですか？あのテレビで見た時はちょっとツンツンしてる人かなって思ったんですよ。そうなんだ。なんですけど、あの挨拶に行かせていただいた時にすごいなんか優しくしていただいて、すっごい優しい方なんだなって思って。なるほど、いい方のギャップだ。みんなリハーサルを見させていただいたんですけど、その休憩時間に若月さんが私たちのところに来てくださって、わざわざ休憩中に来たよ。で、あの明るくよろしくねと言ってくださって、言ってくれた。ちょっと若月何いいね。でも若月なんかその楽屋にめっちゃ会いに行くとか気に入られようとしてんのかな。違うよ。なるほど、そっちも。でもなんで若月？私自身が中学校の頃とか部活で入って全然喋れなくて、先輩は先輩って感じでいらっしゃったので、なんかすごいずっと怖い思いをしたままいたので、きっと多分同じ気持ちなんだろうなと思って、その時とだったら先輩が声かけるべきだなと思って。いいやつじゃんか。若月って俺嫌なやつだと思ってた。